アイテム番号 SCP-148JD。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-148JD は生物サイト8102内の地下階の強化コンクリート製の標準的な大きさの部屋にあり、そこで標準的なサイズの固定された大理石製の鳥かご内に保管されています。給仕は1日に1回 B クラス職員によって、くず鉄を約 3.5kg か、直径 28mm の鉄製ゼムクリップを同量分鳥かごの格子の隙間から内部へ投入します。 SCP-148JP の保護領域内では金属の持ち込み配置はできません。対象に直接触れる場合は、金属探知機による検査を受け、全身防護服を使用してください。その際、SCP-148JP2 に触れようとすることは、SCP-148JP1 の凶暴化を引き起こすために禁止されています。SCP-148JP2 を保護領域外へ持ち出すことは収容違反を引き起こす恐れがあるため固く禁じられています。SCP-148JP2 が、孵化するなど、SCP-148JP1 が保護領域内に2個体以上存在する場合は、1個体になるまで破壊します。その際は CFRP など金属以外の材料で製造された重火器の使用が推奨されます。また、SCP-148JP を撮影することは、収容違反を引き起こす可能性が高いため、動画静止画を問わず一切禁じられています。これは実験においても同様です。SCP-148JP につつかれたスタッフは、即座に服を脱ぎ、組成が変化し始めた部分を身体から遠ざけます。この初期対応が間に合わず、身体の一部の組成が変化してしまった場合は、早急に施設内の医療施設を受診してください。説明。SCP-148JP は体長12センチメートルの真っ白な、大理石のような物質でできた小鳥。SCP-148JP-1 と、長さ2センチメートル程度の同じ物質でできた卵。SCP-148JP-2 です。SCP-148JP-1 は体色と食性を除けば、スズメとほぼ同じ特徴を有しています。SCP-148JP-1 は純白の大理石のように見える外見を持ちますが、通常のスズメ同様に跳躍、飛行などの行動が可能であるため、その身体の材質は未知の物質であると考えられています。SCP-148JP-1 は餌として金属の実を摂取します。餌に対する執着は非常に強く、自身を中心とする半径約50メートル圏内に入った金属に反応し、猛烈な勢いでついばみます。以前、SCP-148JP-1 に餌となる金属を与えない実験が試みられましたが、SCP-148JP-1 の凶暴化を助長、収容違反を引き起こし、観察を担当していた職員1名が死亡しました。以降、SCP-148JP-1 の男児実験は禁止されています。また、SCP-148JP-1 は動くものなら金属以外でもつつき反応を示します。この場合、つつかれた対象は SCP-148JP のような真っ白な大理石状に組成を変化させます。この変化はつつかれた箇所から秒速約5センチメートルの速さでシミのように広がっていき、激しい痛みを伴います。シミ状の変化はつつかれた箇所から接触しているものを伝って半径約50センチメートルまで放射状に進みます。変化後の物質の組成は大理石と全く変わらないことが確認されています。SCP-148JP-2 は SCP-148JP-1 の食べ残した金属によって構成された巣の中に存在しています。SCP-148JP の発見当初は3個でしたが、
収容中に SCP-148-JP-1 が散乱したため、現在は、個となっています。散乱ペースは1年に2、3個程度です。SCP-148-JP-2 は、SCP-148-JP-1 が破壊されると、平均して72時間程度経過した後、SCP-148-JP-1 へと、孵化し、元の SCP-148-JP-1 と変わらない大きさ、特性を持ったものへ変化します。SCP-148-JP は自身が撮影された媒体を使って自己複製をします。SCP-148-JP を撮影した写真や映像が映し出され7分程度経過すると、媒体に映り込んでいた SCP-148-JP が消失し、SCP-148-JP-1 が媒体から飛び出してきます。こうして複製された SCP-148-JP-1 も元の個体と同じ性質を持ちます。なお、カンバスへの写生された絵画にはこのような特性がないことが判明しています。この性質は、SCP-148-JP を撮影した写真から SCP-148-JP-1 が発生した収容違反事故をきっかけとし、イサミ博士の一連の実験により確かめられたものです。詳細は実験記録、兜を参照してください。SCP-148-JP は、県内、川上流付近の山小屋で、小屋の所有者である芸術家、に捜索願いが出されたため派遣された警察官によって発見されました。その後、県警内の職員により確保され、生物サイト、8102内に収容されました。発見当初、SCP-148-JP は大理石製の鳥かご内にあり、付近には約173センチメートルの高さで指を鳥かごに伸ばした状態の大理石の老人像のほか、多数の大理石の彫像が確認されました。SCP-148-JP が発見された小屋は所有者がアトリエとして使用していたようで、やハンマーなどの作業道具のほか、スケッチなどが描かれたノートがありました。その中に SCP-148-JP の発生に関係するとみられる記述が発見されたため、以下にポイとして記録します。ポイ。SCP-148-JP が発見された小屋内にあった、芸術家のものとみられるノートの記述。真の芸術とは、絵画、音楽、演劇、建築、写真、映画、芸術と称する媒体は数あれど、そのいずれも完璧の境地に至るほど削ぎ澄まされてはいない。魂とは、天然とも通電とも無縁の、知恵の果実に侵される前の、塊に宿る。お、母なる大地たる大理石よ、この信念で震われた、に、光あれ。アクセス承認。実験記録、兜、日付。実験題目撮影実験1、実施方法国内メーカー製の一般的なコンパクトデジタルカメラで撮影。結果撮影時。対象は給餌時と同様、金属に対する興奮を見せた。撮影後、即座に現像が行われた。写真は大理石製の鳥かごの中へ設置された。現像が完了して6分48秒後。対象の複製が行われた。また、写真を映し出したディスプレイからの複製も確認された。新たに出現した SCP-148-JP-1 は全て破壊された。分析、職員の、写真から SCP-148-JP-1 が出現した、との報告を裏付ける形となった。写真の二次撮影物にも同様の複製効果があるという点は憂慮すべきだ。イサミ博士。実験題目撮影実験に実施方法国内メーカー製の一般的なデジタルビデオカメラで撮影。結果撮影中。対象を映した液晶画面からの複製は起こらなかった。撮影後、映像を再生。6分57秒経過の時点で、カメラの液晶画面から SCP-148-JP-1 が出現した。
分析ライブ映像からの自己複製は確認できなかった。この結果を信頼するなら、保護領域内への監視カメラの設置は、映像を記録しないという条件を徹底すれば、許可できる。勇博士。実験題目描画実験1、実施方法紙と鉛筆を使用して対象をスケッチ。結果対象は平常通りの行動を示した。スケッチに成功。分析描かれることは美的センスにかなうようだ。勇博士。実験題目描画実験に実施方法水彩画を描くレッスンの受講歴がある職員に、画材一式と布製カンバスを持たせ、対象を描画させた。結果対象は平常以上におとなしく、微動だにしなかった。描画に成功。分析ようやく報告書に掲載できそうな画像を手に入れた。これでもう、取り付きの理事に叱られることもない。勇博士。